メインのやつを買いました。はい、ワイヤレスマイクです。はい、チェックチェックチェック、来てますね、マイクチェックでございます。はっ、へい、はっきりと聞こえてますね。へい、チェックチェックチェック、はっ、へい、あー、チェックチェック。障害者ギタリスト、なんと、野望だったパラリンピックの開会式に出ました。イエーイ、来たよ。で、なんと、まあコロナ禍真っ只中だったんで、なんと僕相方ですよ。相方にも前日にしか教えられないっていう前日なんか LINE 来て、なんかいきなり写真が来たんですよ。なんだ、なんかスタジオの写真ね、レコーディングスタジオ、それでなんかすげえでかい男と写ってて、これ誰かなと思ったら、まあ、すぐ分かりましたけど、あの、元ボーイのギタリスト布袋寅泰さんと、レコードスタで作業してた時の写真だったんですね。そうですね、あ、送りました。そう、それで、明日開会式あるから見てとか言って言われて、見たんですけど、ね、割とどうしよう、3秒ぐらいしか出なかったらどうしようかなと思ったんですけど、結構出てましたよね。どういう風にオンエアされてるのかは全然分かんなかったんで、後でね、見て、
あ、結構映ってるなみたいな。なるほど。まあこれ内訳ちょっと話しても大丈夫ですかね。要はレコーディングでその開会式のオープニングテーマをまあ録音したんですよね。ね。なのでそれを、元にパフォーマンスするということで、まあ1曲分あれ何分ぐらいですか。まあ4分くらいかな。2曲あったんで全部で。まあ、10分弱くらいですかね。はい、そんなにありましたっけ。じゃあ、あれ結構フルで流れてますか。そうなんです。まあ、だから10分ごろに、10分ぐらいの間にね、結構、チラチラ映ってましたね、モヒカンが。でも、あの姿をしてるから、結構ね、今のこの姿がみんなに通るようにならないよ。ああ、そうだ、今日して、なんでしてこなかったあれ、あれね、俺、あれ頑張って伸ばしたんかなって思ってたんですよ。もうやっぱ、まあコロナもあって、結構数ヶ月会ってなかったんで、あれ、地毛でやったんかなと思ってたら、あれは、いやいや、あれはウィッグをつけて、こう、つけるっていうか、かぶるって感じ。かぶって、なんか、もう地毛みたいな。要するに長くなってるトサカの部分をこうかぶる感じにして、で周りから自分のこうなじませるっていうかな。なるほど、プロの技っすね。よかったよ。そのウィッグってもらえないの。衣装もそのウィッグも全部なんだ、教会のものなんで。なるほど。だから本当はあの時にやったレコーディングしたのも、これ円盤化しないんですかって固定さんに聞いたら、ちょっと権利の関係があるから難しいねとか言う。なんかすごいプロっぽい話ですね。はい、まあ、そんな感じで、じゃあ最後に どうですか。世界中の人が見たと思うんですけど、それに関して感想は。いやね、世界に関してあまりこう実感がないというか、まあ、世界か世界に流れたんですよね。そう、世界の勝利ですイエーイ。はい、じゃあそんな彼がですね、もう、これで何年前ですか。23年前ですかね。長野でもね、オリンピックありましたよね。その時に、作った勝利の曲をね、やりたいと思います。
はい、こんにちは。長野インターネット補足と言います。こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日は長野県の八代駅前に来ておりますけども、今日は今運送終わりましたね。そうですね、ありがとうございます。すいません、自己紹介お願いします。あ、ストリーミングレッドのギターの川崎と言います。川崎さん。はい。ギターなんですか？そうです。今演奏してましたけど、はい、結構やってるんですよね。そうですね、もう高校の頃からなので30年以上やってますね。はい。実はね、この間テレビでね、川崎さんのとこちょっと見かけたんですよ。はい。あ、それはパラリンピックの開会式ですかね。あ、そうです、そうです。はい、どうですか、どんな風に電話があったのか、連絡があったのか分かりませんか？あれは一般公募で募集してて、で、まあ一応応募してで、オーディションがあって。あ、オーディションあったんだ。はい。で、まあ一応そこに通って、今年の4月ぐらいに合格通知のメールが来て、まあ出演するっていうことになって。はい。内緒とかそういうことはあったんですか？そうですね、言わないようにという前回このね、街中音楽ライフも6月に出させていただいたんですけど、もうその時にはやることが決まっていて、そうだったんですね。ただやっぱり言えなかったんで、はい、ね、メンバーもさっき言ってましたけど、本当にギリギリまで言えなくてっていう状態でした。はい。まあ始まってどうでした？初めて参加ってことだと思うんですけども。そうですね、思ったより緊張はしなかったですね。あ、そうですか。で、なんかそれをこう楽しみというか、はい、どんな風になるかなっていうこうワクワク感の方が長かったです。有名人と試合になったとかって先ほど。あ、そうですね、一緒にそのパフォーマンスしたのが布袋さんね、だったので、布袋さんとは結構仲良くさせてもらって、いろいろ教えてもらったりとか。あ、そうですか。はい、よかったですね。どんな感じでした、布袋さん？いや、もう憧れのね、ギタリストなので本当に緊張しましたね、最初は。あ、そうですか。パラリンピックの本番の時より布袋さんに初めて会った時の方が緊張しましたね。なるほど、なるほど。はい。まあ、パラリンピックの雰囲気もまた違うと思うんですけど、どんな感じでした？あ、まあ、無観客っていうことでね、あんまりこうお客さんがいてのライブっていう感じはしなかったんですけど、残念ながら。でもすごくこうやっぱ特別感はありました。なるほど。あなたにしませんでした？いや、それは全然なかったです。なんかほら、冬季オリンピックの時はだいぶ地下駐車場で待たされたなってことがありましたけど。あ、全然そういうことはなかったです。はい。室内ですからね。そうですね。まあ、そういうわけで、今後バンドはどんな時にやってくるのか。これからね、結構各学校なんかを回ったりしてやりますし、またライブハウスとかイベントなんかでも参加していきますので、はい、またよかったら見に来てください。ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、すみません、ありがとうございます。音声大丈夫でしたかね。結構入ってると思うんですけどね。はい。はい。ありがとうございます。